皆さんこんばんは。アフターセッションの時間です。こんばんは。演奏の前に本日は6月の季節のブレンド、アジサイブレンドのご紹介です。6月はアジサイなんですね。そうです。今回アジサイブレンドはコスタリカアキアレス農園、エルサルバドルサンタリタ農園、そしてマンデリントバコの3種類でブレンドをしています。どれも衝撃的な個性はなさそうな感じです。そう思うでしょ、ミーコさん。ではこの3つの豆に共通するのは何だと思いますか？へえ、甘みですかね。大正解です。甘みと旨味のバランスがとても取れた3種類を使ってブレンドしています。さらにバランスを取ってブレンドしていくことで甘みと旨味をどんどん掛け算していきます。足し算ではなく掛け算なんですね。そうなんです。掛け算をしていくことによってどんどん甘みと旨味がですね、こう新しい甘みと旨味になって、飲んだ時にポワッといい香りがします。楽しみですね。こちらはオンラインショップでも販売を開始します。またアプリをご登録のお客様にはルックカフェの店頭にて、毎月季節のブレンドのドリップバッグを1袋お渡ししています。ぜひお楽しみください。それでは演奏に移りたいと思います。今日の楽曲は初恋です。それではどうぞ。